こんにちは、ダイスです。今回はポケモンレジェンズアルセウスやっていきましょう。今日は親分ミカルゲと一緒に一匹とやってみたいと思います。頑張れってやった時のミカグリがめちゃくちゃ怖いんですけど最近ね、親分ゲンガーで一匹とやったばっかりなのでいけるんじゃないかと、ミカルゲも連れて行ってみたいと思います。相手が誰かね全然見てないんですけど、とりあえず確認しましょう。あ、嘘、 V ズ来た、ニーフィアちゃんだ。あ、待って、80レベル、え、待って、81レベル、あれ、ちょっとまずくない？え、なんもないんだけど、はあ、早技しても意味ない。どうやって勝てと、これどうやって勝つんだ。ニンフィアちゃんでしょ結構難しいよね。あ、瞑想してる。これは攻めの力を上げてやるパターンなんですね。どうしようかな。シャドーボール、いや入んない、これ辛いと思う。めっちゃ可愛い、じゃれつく無理でしょ一発だよ。え、これレベル、ちょっと技確認しましょう。これはさ、辛くない。え、こんな辛いの。いや、なんか入れなきゃいけないよね。どうしようかな。怪しい風、いや怪しい風いらない気がする。意外インパクト、こっちがちょっときついですね。レベルタイムちょっときついですね。上げてくるか、ちょっと難しいですよね今のままだと。若干上げます。これはねちょっと辛いものがある。少しだけね上げてきました。で、技もねちょっと変えたので、これでいけるかな。いい勝負するとこまでは持ってきたいですよね。もしかしたらこれはもう100レベルミカグルゲじゃないとダメなのかな。100レベコイキングじゃないとダメだったように、もしかしたらもしかしたらがありますね。ニフィアはフェアリータイプなんで、毒タイプ、鋼タイプで本当は勝負がしたいんですけど、ないので、陰打ちを打って早く自分の行動順をちょっと早くしますか。陰打ち、いや陰打ちからのな気がするな。もう早くして一回はね持つね。早くならなくない？シャドーボール、シャドーボール、凍える風、いやこっちかな。いや半分もいかない、全部じゃれつくでくるんでしょ。え、これどうすればいいんだろう。レベル、いやでもレベルじゃない気がする。もうちょっと技考えるべきかな。ちょっと見ましょう。持ち技で、あ、催眠術使うのかな。これはレベルも上げなきゃいけないみたいだけど、技の作戦が難しいな。っていうか、じゃれつくってそんなに命中良かったですか？悪かった気がするんだけど。そんなことない？じゃあまず催眠術。命中70だからね、これね。で、眠くて動けないパターンを使いたい。瞑想した方がいい。あ、眠たくて動けない。これをね、多分狙うんだと思うんだよね。で、今ミカルゲが影打ち打つと速くなるね。よし、じゃあ影打ち打って、眠いからね遅くなってるんだと思うんだよね。影打ち打って、普通にか、多分攻めはこれだと思う。コツコツ
コツコツ削って半分までやっときましたよ。うわー、早技。でも、まあ、早技だからね。え、待って、さっきより入ってるんだけど、攻めの力があったからかな。あ、眠気取れちゃった。命中70、かかれかかれかかれ、よし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 。もう一回眠くて動けないしてほしいな。よし、いける。影打ち、早くなる早くなる。影打ちする。もうちょいだよ、いけるかな。力技で押しとけ押しとけ、行くんだ、頑張れ。はあ、上がった。いや、でもこういうことですよね、多分多分こういうことだよね。惜しい。いやー、本当に勝てないので、とりあえずレベル上げに行ってこようかなと思います。他のポケモンたちの研究レベルもちょっと考えながら回ってみます。お、ちょうど出てる。何がいるかな。今回の大大大発生は、こんな感じ。お、木の実多めだね。この辺かな。おお、あれ、え、何色。赤、これ赤、茶色、赤かわいい、なんかぶどう色、ワインレッドこれちょっと夜だから分かりにくいけど、出ましたね。これ嬉しいかも。とっとこう、かわいい色、山もある。レベル上げに来たんだけどなレベル上げに来たんですけど、226まで研究レベルが増えました。ポリゴン Z とミカルゲ完成しましたね。あとプリツーかミカルゲのね、レベルがね、多分レベル90ぐらいまで持っていけば勝てると思うので、もうちょっと上げてから再挑戦したいですね。あとはポリゴン2ね。そう、研究レベルも研究レベルも10にしないとだから、もうちょっと頑張ります。すごいなこれ、難しい。よし、100レベルのミカルゲでやってみます。これでできなかったらもう私にはどうやったらいいのかわからないからぜひ教えてください。でもね、 HP の311も低いんだよね多分。どうしよう、破壊光線するとニンフィアが2回になるんでしょ。竜打ちも変わんないでしょ。やっぱ催眠術1、お、かかった。催眠術、シャドーボール、シャドーボールかな、シャドーボール、よし、当たらないで、瞑想、いやー難しいぞ。駆け打ち、シャドーボールしよっか。じゃあ駆け打ち2回打てるもんね。もうちょいで、シャドーボール。駆け打ち2回買わないでしょ？シャドーボール。これで一発外してくれれば。外してくれれば勝てる。なんで外れないんだろう。ここだよね。外してくれれば勝てるって、もう運でしかないんだけどな。勝てるのかな？眠たくて動けないっていうのが使えるのが一番いいんだけど。え、何にもしないでシャドーボールだけずっと打ってみます。瞑想とかつぶらな瞳をしてくれるっていう風に仮定してるんだけど、今そんなことないかな。あ、じゃれつく2だね。お、2発は瞑想かかってなきゃいけるね。駆け打ち、
待って同行しちゃった。シャドーボール、つぶらの瞳とかしてくれないかな。ダメか、ダメだね。やっぱ寝てもらわないとちょっと変わらないかもしれない。出してくる技をあれなのかな、眠気がつくことで若干変わるのかもしれないですよね。もしかしたら今のところやっててそんな感じ。ニーフィア強いなミカルゲが弱い。やっぱりここは催眠術かけたいですよね。かけて、なんだろう、じゃれつくか。2回入っちゃった。ここで眠るとかできてたら違うのかな。はい、シャドーボール、眠気で動けないにして。あー入るー。いや私もうこれわかんないわかんないよー、イカルゲの勝ち方。どうやったらいいのかぜひコメントで教えてください。これはねちょっと置いとこう。ごめんミカルゲ、せっかくレベル100までしたんだけどね、きつい。はい、視聴者の方で勝ったよっていう方ぜひ教えてください。今のところそう、眠気に誘わせてからやる方法しか思いつかないです。どうやったらいいのか多分やり方あると思うので、コメントでいただいた方法を試してみたいと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you!